ラゴ風水の力見せてあげるね。虎神の力見せてやる。十二神将死んだら行くよ。ガオーガオ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 。どうだこの着ぐるみ、かわいいだろ。残念ながら団長は不満げだよ。え、なんで？こんなにかわいいのに。物足りないんだって。何か露出度が。露出度？ガオーガオ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 。せめて服に着替える時間を。あ、聞こえてない。私といても楽しくないと思うんですけど。あ、団長さん、この水着、どうでしょうか。どうでしょうっていうのは、その変なところとかないかなっていう意味で、決して脳殺とかセクシーを狙ったセリフではないので、本当です。お留守番したかった。耳が燃えたり、トラブルに巻き込まれたり、運に見放されてる。お祓い行こうかな。でも十二神将がお祓いってどうなんだろう。情けないな。ネズミ耳が燃えたり、トラブルに巻き込まれたり、運に見放されてる。お祓い行こうかな。でも、十二神将がお祓いって、どうなんだろう。情けないな。小さくか弱い空の命たち。この枯れた大地を、せめて己が生きやすいように、その手で作り変えなさい。大きな流れの中で、いずれすべてが大地に回帰するとしても、あなたたちの生き様は確かに世界へ刻まれるでしょう。空の命が歩む様をこの目にできるのは嬉しいこと。あなたが得意点であるから祝福を与えるのではなく、あなたがあなたとしてこの空の世界を懸命に生きるからこそ祝福を与えたいのです。さあ、遠慮せずに。あなたの道行きに祝福を。この器の形ですか？もちろん、人の子すべてを模したもの。空を生きるすべての命の形を映すことは難しかったので、せめて人の子だけでも余さず映し取りたかったのです。あなたが得意点であるから祝福を与えるのではなく、
護風水の力見せてあげるね。ガオー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 。ドラ神の力見せてやる。十二神将死んだら行くよ。双子風水の力見せてあげるね。